スターリン批判。スターリン批判とは、1956年のソ連共産党第20回大会における、東大一初期のニキータ・フルシチョフによる秘密報告、個人崇拝と、その結果について、ロシア語のこと。そこでは、スターリン失政期における政治指導や粛清の実態が暴露され、その原因として個人崇拝が批判された。 このフルシチョフ報告に前後して、スターリン時代の思想や政策が批判され、ソビエト連邦の政治、社会の活気をなすとともに、世界各国の共産主義運動に影響を与えた。本項目では、フルシチョフ報告と、これをめぐる政治の展開や、その影響について扱う。フルシチョフ報告前後のソ連及び各国における、政治や、社会の変化については、 ヒスターリン化を参照のこと。ウラジーミル・レーニンの死後、スターリンは権力を自身の手に集中させ、ソ連の急速な社会主義化を推し進めた。国際的には、資本主義国であるアメリカやイギリス、ファシズム国家であるナチスドイツや大日本帝国などソ連と対立する国々に囲まれており、ソ連は内外に緊張を抱えていた。こうした状況の中で、スターリンは、 強権的、独裁的な政治体制を作り上げ、大粛清によって、数百万人に及ぶ、国民、党員、外国人が政治犯として逮捕され、処刑されるか、シベリアをはじめ各地の政治犯強制収容所で、強制労働に従事させられた。こうした政治は、社会主義の建設が進めば進むほど、帝国主義に援助された内部の敵の犯行も、激烈になるという、いわゆる、 階級と葬撃化論によって正当化された政治理論としてのスターリニズム。第二次世界大戦にソ連が勝利するとソ連の国際的影響力は強まり、スターリンはソ連内部だけでなく国際共産主義運動に君臨し、各国の共産党、労働者党を強権的に指導してアメリカなどとの東西対立に臨んでいた。東アジアでは 朝鮮労働党や中国共産党への指導を通じて朝鮮戦争を行いアメリカ軍の広報拡乱のために日本共産党に武装闘争路線を取らせた。1952年に開かれたソ連共産党第19回大会はスターリンへの賛美と崇拝によって彩られていた。1953年3月5日にスターリンが死去するとソ連共産党は 集団指導体制に移行し、閣僚会議議長、首相に、ゲオルギー・マレンコフ、第一副首相に、ラブレンチイベリア、内相、ビャチェスラフ・モロトフ、外相、ニコライ・ブルガーニン、国防相、ラーザリ・カガノービチ、副首相に、アナスタス・ミコヤン、商業、貿易相、党中央委員会筆頭初期に、ニキータ・フルシチョフといった体制となった。新政権では、まずベリが、 脱スターリン化を推し進め、直近の粛清の取り消しや大社令の発布、立憲主義、法治主義の強調などを行った。ベリアは外交面ではドイツ民主共和国、東ドイツやハンガリー人民共和国に対して従来の社会主義化を修正するように働きかけた。しかし、東ベルリンでの暴動の発生によって社会主義権力が揺らぐことを警戒したフルシチョフラは、 ベリアを国家反逆罪で逮捕し失脚させた。以後、ソ連共産党の公式発表では、ベリアの企みによってスターリンが誤った行動に導かれたとされた。他方で、ソ連社会では、下からのスターリン批判の動きも生じた。収容所の政治犯たちによる待遇改善や釈放を求める動きが起こり、ボリシェビキ以来の子参の遠い意味や、歴史からのグループは、 レーニン追悟を通じたスターリン批判を展開した。また、文学者では、イリア・イレンブルグが小説、雪解けを発表するなどの動きが生じた。マレンコフ首相は、軽工業の重視、西側との平和共存外交などを通じて、非スターリン化を図ったが、フルシチョフ筆頭初期は、重工業を重視するスターリン路線を継承することを主張し、1955年にマレンコフは、 首相を辞任した。とはいえ、フルシチョフもユーゴスラビア連邦人民共和国との関係正常化の中で、スターリンの責任を認める立場をとり、ニコヤンは、古参党員らと結びついて、大粛清の調査と処刑、除名された元党員の名誉回復を主張し、ピョートル・ポスペイロフを責任者として調査が行われることとなった、ポスペイロフ委員会。ポスペイロフ委員会による、 調査報告は、ソ連共産党第20回大会を直前に控えた1956年2月9日に中央委員会幹部会で行われた。同報告は国家保安委員会の資料に基づいて、1、1935から40年の間に154万8366名が逮捕され、68万8503名が銃殺されたこと、2、粛清は、 共産党、国家機関、地方機関、経済組織、軍、内務人民委員部などの指導者層を広く飲み込んだこと、三特に九百三十四年の全連邦共産党、膨大17回大会で選出された中央委員と同候補百三十九名のうち九十八名が、銃殺され、大会代議員及び、オブザーバー九百六十六名のうち千百八名が、 逮捕され、うち848名が銃殺されたこと。4. 処刑された者の,の中には、ドイツ人、ポーランド人、ラトビア人、朝鮮人など多くの外国人が含まれていたこと。5. 大量逮捕にあたって、反素団体のデッチ上げが行われ、逮捕者には暴行、拷問、脅迫など違法な手段が、系統的に用いられたこと。6. こうした大量抑圧が、スターリンの指示。 承認のもとに行われていたことが明らかにした。スターリンによる大粛清の全貌を明らかにしたこの報告は、幹部会員に衝撃を与え、フルシチョフやミコヤンは、党大会で報告すべきであると主張したが、この時点では、誰がどのように報告を行うかは決まっていなかった。大会前日の2月13日に開かれた幹部会で、 この問題についての報告をフルシチョフが行うこと、この報告を大会の秘密会で行うことを決定した。同日に行われた中央委員会総会は内容が伏せられた上でフルシチョフ報告が行われることを承認した。このようにフルシチョフ報告は大会の直前になって行うことが決められたのである。秘密報告の文案作りは大会会期中に行われ、まず ポスペーロフが下書きし、これに、フルシチョフが、口述筆記で補足し、ドミトリー・シェッピーロフ、モロトフに代わる、新外相や、ミハイル・スースロフ、党幹部会員が、過失、修正し、報告2日前の2月23日に完成し、幹部会員に改覧された。1956年2月14日から、開催されたソ連共産党第20回大会は、 スターリンが死去して最初の大会であり、個人独裁体制から集団指導体制への転換をはじめ、国内政策や外交政策などの新たな路線の決定など広い意味での非スターリン化が予定されていた大会であった。大会初日に行われた東大一初期のフルシチョフによる中央委員会報告、一般報告では、 外交政策としては平和共存路線を提起し、帝国主義諸国との間の戦争を防止する可能性があること、各国が社会主義に移行するにあたり暴力革命だけでなく、議会制民主主義による平和革命など多様な可能性があることなどを述べ注目された。国内政策としてはベリアを大粛清の担い手として、非難して法治主義を強化することを述べるとともに、個人崇拝が マルクスレーニー主義の精神とは無縁であって、党内の集団指導と人民大衆の役割が重要であることなどを指摘した。大会討論では、レオニード・ブレジネフ、カザフスタン党第一初期、アリストフ、党中央委員、スースロフ、マレンコフが中央委員会報告に沿って、法置主義や個人崇拝との闘争について発言を行った。 特に強い調子で発言したのがミコヤンであり、過去20年間における個人崇拝と集団指導の欠如を指摘し、スターリンを名指しして著書の内容を批判して、スターリン理論の修正を訴えた。また、歴史学者のパンクラートバ、歴史の諸問題編集長、党中央委員は、投資研究において個人崇拝と闘争する必要があることを述べ、 レーニン全集第4版の編参上の問題や、スターリン時代の歴史評価を修正するべきことについて発言した。他方で、モロトフ、前外相、党幹部会員は、個人崇拝の問題に一切触れず、カガノービチ、第1副首相、党政治局員はこの問題は、解決済みであるとほのめかすなど、スターリン化に、消極的な党幹部もいた。フルシチョフの秘密報告。 個人崇拝とその結果については1956年2月25日に行われた。会議は秘密会とされ、これまで出席していた外国の共産党、労働者党の代表は招かれていない。秘密報告は、スターリンの名前を挙げて、個人崇拝、独裁政治による粛清の事実及び戦争指導や内外政策上の問題点を公表した。特に、 全領土で吹き荒れた大粛清の契機となったセルゲイ・キーロフ暗殺に至る陰謀について詳細に明かされた。フルシチョフの秘密報告の用紙は以下の通りである、下記外部リンク参照、共産主義者特有の言い回しが随所に登場するが、基本的にそのまま引用した。報告では、ガガービチ、モロトフ、ボシーローフ、ミコヤン、 マレンコフがスターリンの協力者として登場していたが、その一方で、モロトフ、ボシーローフ、ミコヤンは弾圧を受けそうになった人でもあると指摘されている。さらに、フルシチョフとブルガーニンが粛清に批判的な会話をしていたというエピソードが盛り込まれた。しかし、フルシチョフは自分がスターリンの下でどれだけ忠実に動いたのかを明言しなかった。大粛清に、 積極的に加担し、自身の出世に利用した点も考慮する必要があると言える。もっとも、スターリンの生前は、ノーということはすなわち、死を意味することであり、一般国民だけでなく、党や政府などスターリンに仕える立場にあるものまで、生命の危険にさらされていた。そして、演説の最後は、この報告を、当該や新聞に漏らしてはいけないと強調した。 フルシチョフの秘密報告に対して、あまりの内容に会場から声も出なかったという。発言の通告はなかったと思われ、大会の議長を務めていたブルガー人が、個人崇拝の完全な克服、その初結果の一層、党指導の集団性の厳密な実践などの用意、されていた決議を提案し、満場一致での採決を確認した。また、フルシチョフ報告び決議を公開せず、 党組織には伝達することを決議した。これで秘密会議は終わり、大会は最後の議事日程に移った。第20回党大会で決められたように、フルシチョフ報告は公表されず、ソ連共産党の内部に伝えられるものであった。公式発表としては、党機関紙プラウダ2月27日付の論説、霊人主義の旗のもとににおいて、中央委員会報告に基づいて、 個人崇拝批判の問題を特に重要であるとした。大会に参加した外国の共産党幹部のうち13名に対して秘密報告と決議を見せることを決定し、3月1日付で演説内容を印刷した。ソ連共産党の外国共産党、労働者党連絡部が作成した13名のリストによると、序列第一位が中国共産党の取得以下、 フランス共産党のモウリストレーズ、イタリア共産党のパルミーロ、トリアッティ、チェコスロバキア共産党のアントニーインのボトニー、ブルガリア共産党のブルコチェルベンコフ、さらに、アルバニア労働党、ハンガリー勤道者党、ルーマニア共産党、ポーランド統一労働者党のボレスワ・フービエルト、ドイツ社会主義統一党、朝鮮労働党のサイ・イサオケン、モンゴル人民革命党、 ベトナム労働党のチオンチンが並んでいる。また、特に重要な取得やトレーズには事前に見せた可能性がある。これ以外の党に対しても重要度に応じて順次閲覧をさせたが、ノルウェー共産党、スウェーデン共産党、日本共産党などには閲覧は行われていない。フルシチョフ報告は各国の共産党において内容を広められた。 大会後の最初の外国訪問先であるポーランドでは、スターリン批判の衝撃のあまりモスクワで、心臓発作を起こして死亡したポーランド、統一労働者党第一初期のボレスワフ・ビエルトの後継者を選ぶ会議に、フルシチョフが参加し、スターリン批判の意義を説明する演説を3月20日に行った。同党は、フルシチョフ報告のポーランド語訳を作成、配布し、東欧諸国で最も、 スターリン批判が知られることとなった。また、ソ連による国際共産主義運動の見直しの一環として、4月17日にコミンホルムの解散と帰還し、高級平和のために、人民民主主義のために、の発行停止を関係8党中央委員会と共同で声明した。6月に入ると、ユーゴスラビアのヨシップ・ブロズッチ党が、モスクワ入りし、スターリン批判を踏まえて、 ソ連融合の両政府及び両党の関係回復について6月20日に合意した。ソ連国内ではフルシチョフ報告が広く知られるような措置が取られた。3月5日に開かれた党幹部会は秘密報告を印刷禁止として党州委員会、地方委員会と共和国党中央委員会に送り、すべての党員とコムソモール委員、また非党員の労働者、職員、 コリフォーズ農民の活動分子に知らせることが決定され、3月7日付で印刷に回された。パンフレットには投資番号が振られ、返却が義務付けられた。こうした措置もあって、一様ではないにせよフルシチョフ報告は、ソ連国民に広く知られるとことなった。会合の場でパンフレットが読み上げられたり、党幹部が公園に派遣されたりした。知識人の中には、 自主的な動きを試みた者もいたが、共産党はその統制を図った。10月23日にハンガリー動乱が起こると統制強化は決定的となり、公式発表以上のスターリン批判は封じ込められることとなった。スターリン批判が世界中に知られるきっかけとなったのは、6月4日にアメリカ国務省がフルシチョフの秘密報告の英文訳を発表したことである。 これは3月1日付のパンフレットに基づくものであった。中央情報局 CIA 長官アレンダレスはこの演説内容を入手するために金に止めをつけなかったという。ニューヨークタイムス6月5日付はこの全文を紙面に掲載し大きな反響を与えた。ソ連以外の多くの共産党、労働者党の幹部はフルシチョフ報告の存在を知っていたため、 党員や国民への説明に苦慮した。イタリア共産党書記長のトリアッティやアメリカ共産党書記長の友人デニスはスターリン批判を発表し、フランス共産党はアメリカ国務省が秘密報告を発表したことを遺憾とした。日本共産党は秘密報告の公表を目殺した。こうした事態に対してソ連共産党も対応を余儀なくされ、6月30日の 中央委員会決定、個人崇拝とその諸結果の克服についてが7月2日に発表された。この文書では、個人崇拝が起こった理由を、ソ連建設の客観的、歴史的条件とスターリンの個人的支出に求め、スターリンの独裁的支配にもかかわらず、党内には霊人的中核が存在していたこと、個人崇拝の非難を、 ソビエト社会制度の本質に求めようとするのは大変な間違いであるとし、共産党とソビエト政権を擁護した。ソ連共産党によるスターリン批判に前後して、スターリン失世紀に銃殺、投獄、追放された人々の名誉回復が行われた。秘密警察の活動もスターリン時代よりは緩められ、政治、経済、文化、社会に様々な ヒスターリン化が推し進められた。しかし、その後も秘密警察が国民を監視するという恐怖支配の構図はソ連崩壊まで変わらなかった。また、秘密報告の中で民族強制移住の被害者として言及された民族の内から、チャイ人、カルムイク人、チェチェン人、イングーシ人、バルカル人は名誉回復が行われ、故郷での自治療が再建された。 カラチャイチェルケス自治州、カルムイク自治州、チェチェイングーシ自治共和国、カバルダバルカル自治共和国。その一方で、クリミアタタール人とボルガドイツ人は名誉回復がなされず、自治領再建も認められなかった。スターリン批判と非スターリン化の政治過程の中で、フルシチョフがソ連共産党、政府の主導権を握ることとなった。別の言い方をすれば、 フルシチョフが権力を握る過程で、スターリン批判が行われたのである。これに対して、1957年に、マレンコフ前首相、モロトフ前外相、ウルガーニン首相、ガガービチ第一副首相らが、フルシチョフの内外政策を批判して、フルシチョフの失脚を図ったが失敗し、逆に彼らが失脚することとなった、半島グループ事件。これにより、フルシチョフの権力基盤は、 安定し、1964年に失脚するまで、フルシチョフ体制が続くこととなった。保坂正康の指摘によると、ソ連では、少年期にこの出来事を通過した世代、フルシチョフ世代は、権威が失墜する様を実際に目撃したため、後に生まれる、ブレジネフ世代よりリベラルな考え方を身につけることになる。ゴルバチョフも、その一人である。 1997年11月6日のモスクワ放送では10月革命の起きた1917年から旧ソ連時代の87年の間に6200万人が殺害され、そのうち4000万が強制収容所で死んだ。レーニンは社会主義建設のため国内で400万の命を奪い、スターリンは1260万の命を奪ったと放送した。 東ヨーロッパ、ソ連の影響下にあった東ヨーロッパ諸国では、スターリン批判はソ連支配の権威を揺るがした。ポーランド人民共和国西部の都市ポズナンでは、1956年6月28日に、給料の未払いに橋を発する大衆デモが、自由化、脱社会主義化を求める大衆暴動へと発展し、ポーランド軍が投入されて鎮圧される事件が発生した。 ポズナン暴動。ポーランド統一労働者党は失勢を認め、10月21日に、ブワディスワフ・ゴムーカが、党第一書記に正式に就任し、非スターリン化政策を推し進めた。一方、ハンガリー人民共和国では、知識人や民衆の反ソ連感情が高まり、スターリン主義者の前頭書記長ラーコシマーチャーシュラによる、勤労者党支配への反発が強まった。 ソ連は中ハンガリー大使、ユーリアンドロポフやハンガリーに派遣したスースロフらから不穏な現地情勢を察知しており、10月23日に民主化を求める民主放棄が起こると、直ちにソビエト連邦軍を出動させ、最終的に鎮圧したハンガリー動乱。ソ連軍はハンガリー勤道者党を解散させてハンガリー社会主義労働者党に再編させ、カーダールヤーシュが 当初機長に就任して、ヒスターリン化を進めさせながら、これまで、ヒスターリン化、ヒラーコシ化を進めていたナジームレを逮捕、処刑し、ハンガリー動乱の責任を負わせた。西ヨーロッパ、資本主義、議会制民主主義下にあった西ヨーロッパ諸国の共産党では、スターリン批判は直接的な影響はなかったものの、スターリンを信じてきた一般党員の中には同様も生じ、 党内運営のあり方や社会主義の理念に対する疑問に党幹部は答えなければならなかった。さらに、ハンガリードーランがソビエト政権や共産党に対する悪印象を決定的なものにし、少なくない党員や支持者が事件を批判し党を離れる結果を招いた。中華人民共和国。スターリン批判は中華人民共和国との関係に重大な亀裂を生み出した。 フルシチョフ報告は直ちに持ち帰られ、3月15日の中国共産党初期局会議、3月19日と3月24日の党拡大政治局会議で検討された。毛沢東はスターリンは7分の正しさ、3分の誤りという評価を打ち出し、人民日報4月5日付の論説、プロレタリアアートドック祭の歴史的経験についてを発表して、 フルシチョフ報告におけるスターリンへの全面否定を批判した。同論文はスターリンを真の霊年主義者と持ち上げ、党幹部は中蘇関係やソ連内政への批判的発言を行うようになった。それでも、同年9月15日から9月27日にかけて開かれた中国共産党第8回大会では、高領から毛沢東思想の言葉を削除し、 党中央政治局による集団指導と法の支配が打ち出された。さらに知識人に対して言論の自由を認める政治運動百科政法百科総明を行い一定のヒスターリン化を進めた。しかしハンガリー動乱が起こるとソ連の軍事介入を支持し個人崇拝批判には消極的になった。他方で毛沢東は1950年代後半において フルシチョフの平和共存政策に対する反発を強め、1960年に中祖対立が表面化した。中国はソ連を修正主義と批判し、両国の関係は急速に悪化する。1960年代を通じて、アメリカやソ連との対立によって中国は国際的に孤立したが、ベトナム戦争でアメリカの国際的影響力が揺らぐと1970年代に、 アメリカの働きかけにより米中関係は改善されていった。朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮。朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮ではすでに、金日成首相、党委員長が、スターリン型の支配体制を築き上げおり、スターリン批判が北朝鮮に及ぶことに否定的で、あった。すでに1955年の初めにはソ連における、 金日成の個人崇拝が問題となっており、これに対し、金日成は12月に、ソ連編長の文化政策を批判し、主体を重視する発言を行っていた。金日成は、朝鮮労働党は、闘争率以来、集団指導の原則が守られてきたと主張し、4月23日から4月29日に、かけて開かれた朝鮮労働党第3回大会で、金日成は、 他人のものを機械的に受け入れ、鵜呑みにする協情的な方法を批判し、主体の構築を主張し、スターリン批判の北朝鮮への適用を案に批判するなど、主体思想の原型の一つとなる演説を行った。また、朝鮮の党にとっては、個人崇拝とは、僕権営崇拝のことであるとの主張も行っている。さらに、 1956年6月から8月にかけて、党内対立が激化し、沿岸派とソ連派の幹部が、近日政を個人崇拝として批判を行ったが、逆に近日政が勝利することとなった8月18件。その後、1958年までに批判を行った幹部は粛清され、北朝鮮とソ連との関係は冷却化した。金日政政権は、個人独裁を強め、 その後、出身成分制度が確立され、敵対階層に対する容赦のない弾圧が始まる。また、自由主義思想をもって、個人崇拝批判に同調するインテリに対しても、攻撃を強めた。ソ連共産党第20回大会には、日本共産党の北京機関から国際派の袴田、里見図書館派の河田健治が参加したが、 フルシチョフ報告の閲覧は許されなかった。袴田と河田はその足で北朝鮮に渡り朝鮮堂々と第3回大会、1956年4月23から29日に参加した後、北京でフルシチョフ報告の情報を手に入れたので、在北京のソ連大使館に行き、パーベル友人大使の許可を得て2日間かけて閲覧したという。日本で本格的に フルシチョフ報告が問題となるのは、アメリカ国務省による秘密報告の公表以後であるが、日本共産党は、これは外国の党の問題であるとして正面切っての批判は避けた。しかし、京本達吉地によると、共産党幹部会員であった宮本賢治はフルシチョフに強い反発を抱いたという、スターリン批判以後の国際共産主義運動の再編の中で、 日本共産党と中国共産党との関係が接近し、相対的にソ連との関係が遠ざかった。中国側も、プロレタリアート独裁の歴史的経験について、外文出版社、1956年や国際共産主義運動の総路線についての論戦、レーニン主義なのか、それとも社会帝国主義なのか、外文出版社、1965年などの日本、 五感鉱物を発行し、スターリンを擁護し、フルシチョフを修正主義者、反革命などと攻撃した。ソ連共産党第20回大会は日本でも大いに注目された。フルシチョフによる中央委員会報告、一般報告やミコヤンの個人崇拝批判の演説などが日本共産党機関紙、前衛、総合士、世界及び、 中央公論などに掲載された。このほか、日本共産党中央委員会翻訳委員会役、祖堂名共産党大会、第二十回全四分冊、合同出版社、合同新書七から10、1五十六年、野中正夫、橋本光樹、山田重勝、訳編、フルシチョフ報告、三子屋演説、祖堂名共産党、第二十回党大会、青木書店、 青木文庫、1956年などが翻訳、刊行された。フルシチョフ報告をアメリカ国務省が発表すると、その全文が中央公論71巻8号、1956年8月に掲載された。なお、その後に、フルシチョフ報告は、清水駿の翻訳によって、フルシチョフ秘密報告、スターリン批判、講談者学術文庫204、 1977年として出版されたが、和田春樹の指摘によると、1970年代に西洋に現れた議書に基づく翻訳である。日本において、スターリン批判を重く受け止めたのはトロツキストであった。これを前後して、日本のトロツキストは、新しい全英党の結成に進み、黒田寛一や太田隆らが、それまで在籍した共産党から決別して、 1957年に日本トロツキスト連盟を結成した。1958年には全日本学生自治改装連合の活動家であった加山健一や森田ミらが共産主義者同盟を結成した。これらの諸島派が日本の新左翼を形作っていくことになる。学術分野においてはマルクス主義的な従来の学説を批判。 相対化する議論が注目されるようになった。歴史学においては、それまでの単純な階級闘争士観が一気に打ち破られ、歴史認識における多様な視点を生み出す条件を作り出す一要因となったという指摘がある。また、動産制度によると、経済成長による日本社会の変化によって、従来のマルクス主義による階級社会論では解けない大衆社会が、 日本で出現したことから大衆社会論が盛んになったと指摘している。数年後、もう一度フルシチョフによるスターリン批判が行われた。この結果、スターリンの遺体は霊人病から撤去され、燃やされた。岩間トールはこれを遺体をどこかへ移してまで非スターリン化をやろうというのだから、今でもまだスターリン主義は厳然たる権威を持ち続けていると言わねばなるまいと。 表している時は、流れ1987年11月、在任中のゴルバチョフ書記長が、ロシア革命70周年記念式典で、スターリンを批判し、レーニンも、スターリン主義の言響として批判した。客中参考文献、ソ連の当時の資料に基づいた、研究者のロシア語の根本資料を、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。